ハンス・カムラー、ハンス・フリードリ・ヒカール・フランツ・カムラー、ハンス・フリードリ・ヒカール・フランツ・キャンラー、1901年8月26日から1945年5月9日は、ナチス・ドイツ親衛隊、SS の将軍、ナチスの秘密兵器や、絶滅収容所の建設などに携わった人物。最終階級は、親衛隊大将、SS ・オバーグラ・バンフアラー及び、 武装親衛隊大将、ゼネラルデア・バファン・エス・エス。ドイツ帝国領だった、シュテッティン、原ポーランドに生まれる。第一次世界大戦敗戦後の1919 19年に、ロスバッハで、義勇軍、フライコールに参加した。ミュンヘンやダンツヒの高科大学で学んだ。1932年3月1日に、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチス党に入党。 1933年5月20日に、新衛隊 SS に入隊した、隊員番号113,619。様々な経済部門に配属された。第二次世界大戦中は、経済行政本部 SS 和場に配属され、長官である、オズバルト・ポール新衛隊大将の副官となった。強制収容所を運営する D 局局長、リハルト・グルクスを監督し、 またカムラー自身も強制収容所の建設を任務と、スルシー局局長として、ガス室を含む絶滅収容所の建設に、携わっている。1943年のワルシャーゲット放棄の後、新英隊全国指導者、ハインリヒヒムラーは、カムラーを報復のゲット破壊作戦の監督に、任じた。また、軍事大臣、アルベルト・シュペイヤからも副官に任じられ、カムラーは、 ナチスの兵器製造にも携わることとなった。軍事工場の建設は、もちろん、メッサー・シミット・ミー262や V2 ロケットとい,い、秘密兵器製造にも関与した。1943年には、イギリス軍に V2 ロケット建設基地の場所がばれ、大規模な空爆があり、新たな製造基地が必要となった。その製造基地の建設に、 新鋭隊監督下のブーヘンバルト強制収容所の囚人が仮出され、生産基地がドーラ強制収容所となったのを機に、V2 ロケットの生産の監督は、実質的に国防軍から新鋭隊へ取っていった。1944年8月8日には、カムラーが軍のバルター・ドルンベルガーに代わって、V2 ロケットの監督となった。さらに1945年1月には全ミサイルの、 生産の監督を任され、大戦末期の九百四十五年四月には、全航空機生産の全権も任せられたが、ドイツ本土への連合軍の進撃と空襲、主言枯渇で、すでに生産できる状況ではなくなっていた。そうした中、連合軍の進撃に備え、四月十七日に、新型航空機開発研究施設、チェコスロバキアのビルゼンの地下にあった秘密工場の、 撤収作業に携わっていたカムラーはヒムラーから、直々に関連誌をまとめ、即刻新衛隊本部に出頭せよとの電報を受けると、新衛隊本部へはいけないと変電し、開発計画の関係者、科学者や技術者など64名を銃殺して、関連資料を根こそぎ強奪して逃亡し、ドイツ軍からも追われる身となった。戦後、そのまま行方不明となったが、 何人かがカムラーの遺体を見たとする証言もある一方、運び出した貴重なデータや設計図を手土産に1390を奪って逃亡したとの証言もある2期制作された U390 のうちカムラー所有の1機は戦後行方不明。公式記録ではカムラー大将は1945年5月9日の夜自殺で亡くなったとされている彼は 新英隊大将として、1945年3月20日から22日にかけてアルンスベルク森林内の外国人労働者の大量虐殺を命じ、実行させたため、1957年12月9日に始まったアルンスベルク裁判で彼の自殺の経緯が判明したとされている。この地方裁判所の判決では、1945年5月初旬にカムラ、 が、直属の新鋭隊将尉と運転手と共に、プラハの反乱とドイツ軍の降伏の際に、2台の車で5月9日に V2 プログラムの師団司令部があった、バールシュタイン近郊のズットロップを逃げたことが報告されている。前の日に彼は生きている目的が何もないと言った後、彼はプラハの南にある森林地にその車を止めた。彼は将尉と運転手に、 ドイツへ向かうように促し、森林に入った。そのちょっと後で、司令物気将校、新英大将尉、ソイナーと、彼の運転手プロイによって、森林の中でカムラの死体が発見された。彼は明らかに、シアン化合物を服毒して命を絶っていた。死体は、その後現場に埋葬され、その場で一時的に移動された。カムラー大将は、プラハからの逃亡に際して、 捕獲を避けるために自殺する意思があったことが確認されている。このように公式の記録では1945年5月9日の夜に服毒自殺したとされているが、それが事実なのか、新兵器の極秘技術を連合国側へもたらしたことへの見返りとして、先般訴追を免れたことへの隠蔽工作なのかは未だ半然としていない。2014年に、 ベルリン・フンボルト大学講師で歴史家のライナー・カールシュ、ヒットラーの爆弾等の著者はカムラー大将が1945年に自殺で死亡したことを疑っているテキストを公表た。1945年、すでに彼はバルター・ドルンベルガーやベルナー・フォン・ブラウンなどの部位にロケット開発者たちと共に米国の情報機関のペーパークリップ作戦等の保護リストに掲載されていた。 カール書の研究によると、アルソースミッション、アルソースミッションに関与した、旧オースの特別代理人ドナルド・ W ・リチャードソン、1917から1997は、カムラを米国に連れてきた人物であることを主張していた。リチャードソンは、伝えられるところによると、亡くなる、少し前に、ペーパークリップ作戦を含む、戦争中と戦後の彼の経験につて、 彼の息子たちに語っていた。息子たちによると、リチャードソンは、1947年までカムラを監督したと主張していた。このため、カムラは、希望も救いも日の目も見ない非公開の隠された頃、最大の安全保障の場所に、彼が首をつって自殺するまで拘束されていたと、推定されている。秘密兵器プロジェクトに関与し、生死が不明であったことから、 未確認飛行物体、UFO をめぐる陰謀論にしばしば登場する。カムラーが開発を指揮していた兵器の一つが、と呼ばれる翼のない空気であり、カムラーの亡命を秘密裏に受け入れたアメリカ合衆国が、その飛行原理の研究を引き継いで、完成、飛行させた円盤型航空機が後に、地球性 UFO へと発展して1950年代、後半に開始された台の選択などの、 極秘宇宙開発に運用されたという見解である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。